文化湾を見下ろす入江貝塚の住居跡、高砂貝塚入江、高砂貝塚遺跡1、入江、高砂貝塚は、北海道東八湖町入江と高砂町の内浦湾を望む、標高10メートルから20メートルの大地上に位置する、縄文時代前期末から、晩期中央にかけての貝塚を伴う遺跡。1988年5月13日に、国史跡に指定された。 ユネスコの世界文化遺産の暫定リストに含まれる、北海道、北東北の縄文遺跡群の構成資産の一つで、貝塚の他に、縦穴建物跡、土工墓塔から構成される。貝類のみならず、怪獣や魚類の骨も見られ、当時のこの地域での魚老文化の発達を物語る。貝塚は、入江貝塚と高砂貝塚に分かれるが、入江貝塚では、 縄文時代前期末の人骨が4体、中期のものが4体、後期初頭のものが7体の、計15体分が出土している。一方の高砂貝塚では、後期初頭の土工房が1機、晩期中用のものが28機出土している。イノシシの牙で作られた製品や大津田の破い、正解話など、北海道では入手できないものも出土したため、他地域と盛んに交流したことが伺える。 アブタ群東矢古町高砂古町44には、入江高砂古海塚館という、入江海塚と高砂古海塚から出土した資料を紹介する博物館があり、縄文土器や動物骨による道具、服装品などを展示している。ありがとうございます。